はい、こんにちは、レッドヒルヒーサーの森のダイダイです。いつも植物紹介動画をご覧いただきましてありがとうございます。私が今来ていますのは、ローズガーデンの入り口、正面の入り口の門の前に来ています。その門のですね、ちょうど向かいになります、あの道の、すぐ横のところになりますけれども、今日はこちらですね、実が、たくさんなっていますので、紹介をしたいと思います。今日はこれ、ね、金柑ですね。あのよく見かけますよね。これちょっと長いタイプの金柑になります。あの丸いタイプが多いと思いますけれども、今日はこの金柑の、紹介をしていきたいと思います。ではちょっとクイズを出したいと思いますけれども、この金柑、なんでこの金柑という名前がついたと思いますでしょうか。はい、このですね、名前の由来言います。金柑という名前ですので、その名の通りといえばそうなんですけれども、黄金色の実をつける柑橘というところから、あの金柑と名付けられました。まあ、そうやって聞くと、まあなるほど、そういうことかと思うかもしれません。この金柑ですね、中国の長江中流域のあたりが原産地と言われています。黄金色の実をつける柑橘ということで金柑ですね。この時期にもう本当に美味しそうなこういう実たくさんつけていますね。春から夏頃にかけて咲いて花が咲きまして、でそれで実をつけています。綺麗な実になります。でこの実はですね、昔からいろんな漢方薬であったりとか、いろんな薬としてもですね、この柑橘の皮というのは使われてきました。でこの金柑自体もですね、喉だったりとか咳っていうのに、効くというのが民間薬としてですね、そういうふうに言われてまして、よく喉飴とかでもですね、この金柑の名前がついたものもありますよね。ということで民間薬としても使われてきておりました。で、この金柑ですけれども、そういう民間薬として使われる以外にも、この柑橘特有の香りっていうのがありますね。みかんを皮を剥いた時も爽やかな香りがしますね。で、この金柑も食べた時に、やっぱり爽やかな味が、香りがすると思います。で、この香り成分というのが、リモネンっていう成分になってですね。で、このリモネンっていう成分は、リラックス効果とかですね、そういう効果があるというふうに言われています。ですので、この金柑ですね、皮にそういう成分が含まれています。で、中の、白い綿の部分ですね、実との間です。ここには甘みと苦みがあるって言われています。で、中の実、ここには酸味があるっていうふうに言われてますので、金柑私もすごく好きなんですけれども、そういった形でいろんな味を楽しむことができるかなと思いますし、このリモネンっていうですね、こうリラックス効果のある成分っていうのも皮に含まれていますので、このレッドヒルではですね、もう本当見ていただくだけでちょっと取っていただくことはできないんですけれども、そういういろんな成分がある実ということでですね、今ちょっと綺麗に色づいてきていますので、また皆さんこれからもスーパーとかでもいろいろ目にする機会も増えてくるかなと思いますので、この金柑ですね、いろんな紅葉について、今日はお話をさせていただきました。金柑の紹介になります。